ヒシアマゾン。ヒシアマゾンは日本で走った元競争馬で、現在は繁殖品馬を経て、功労馬。アメリカで生まれ、日本で調教を受けた、外国産馬である。1993年 JRA 賞最優秀3歳、菱馬。1994年 JRA 賞最優秀4歳、菱馬。1995年 JRA 賞最優秀5歳以上菱馬。 JRA 賞の部門名はいずれも当時のもの。主戦騎手は中立英治。デビュー2戦目と最終レースの有馬記念のみ、江立ルオ王と川内王がそれぞれ騎乗した。バレーは旧表記、数え年で統一する。1993年9月19日の新馬戦を中立英治騎手とのコンビで解消。続くプラタナス賞。 京成杯3歳ステークスと2戦連続で2着した、後の阪神3歳頻馬ステークスで2着、ローブモンタントにコバシンサをつけて押し、一役頻馬のスターダムに踊り出た。明けて1994年春、当時は外国サンバにクラシックへの出走が認められていなかったため、裏街道を歩むことになった。年明け初戦の形勢杯こそ二着に敗れたものの、続くクイーンカップ。 クリスタルカップ、ニュージーランドトロフィー4歳ステークスといずれも一番人気に応えて解消した。特にクリスタルカップで見せた残り100メートルでの4馬審査を差し、逆に1馬審査をつけた脅威の追い込みは、伊崎修五郎が20世紀のベストレースの一つに挙げている。秋シーズンもクイーンステークス、ローズステークスを連勝し、迎えたエリザベス上杯では、 優秀品馬優勝馬超快キャロルとの叩き合いを離させし、重勝6連勝で名実ともに4歳最強品馬となった。主戦騎手であった中立英二によると、エリザベス女王杯までのレース戦術について、他の馬と1枚も2枚も力が違っていたことから、負けてはいけない立場だったので、後ろから行って大外を通って、キサは小さくても最後に勝てばいいというレースをしていたと、 説明した。続く、有馬記念では並いる、小ボバが揃っていたが、相手は三冠馬、成田ブライアン一頭に絞ったレース運びをし、四コーナー付近で、岸ア山ゾンは成田ブライアンに競りかけたが、成田ブライアンはこれまで、以上の瞬発力を発揮して、後続を突き放しており、岸ア山ゾンも勢いを保持したままを追走して三着以下には、二一、二馬審査をつけたが、 結果的に優勝した成田ブライアンからン馬審査の2着に敗れた。同年のレース戦績はエリザベス女王杯を含む6連勝、有馬記念2着が評価され最優秀4歳頻馬に選出された。5歳となった1995年は春にアメリカ遠征に挑戦するもレース直前に脚部不安に見舞われ帰国。帰国後初戦の高松具売ではそれまでの実績から 圧倒的一番人気に支持されたものの、スタートから折り合いをかき逃げる形になってしまい5着に、敗れ、デビューからの連続連帯記録が12で途絶えるなど、上半期は不本意なシーズンになった。しかし秋になり、オールカマー、京都大賞典を圧勝し、完全復調をアピール。外国サ馬であるため天皇賞、秋には出走することはできず、迎えたジャパンカップでは、 直線鋭く追い込んだものの先に抜け出したランドに一番真半及ばず二着に敗れたが負けてなお強しの印象であった続く有馬記念ではその年不調の成田ブライアンを抑えて一番人気に押されたののスタートでので遅れもあり五着に終わった1996年6歳になると順調さを書き安田記念は十着 エリザベス女王杯は2入戦も車高により7着、後着、有馬記念は5着に敗れ、結果的にこれが最後のレースとなった。1997年、KO 杯スプリングカップの出走を目指し、調整していたが、同年4月30日に右前足浅く県園の発症により、現役生活を断念して引退となった。なお、当初オーナーサイドは、 ヒシアマゾネスで馬名登録申請したものの却下され、この名前になったという。引退後は繁殖入り、オーナーの夢の配合ではあったものの、初年度にヒシマサル、ギー三照が種付けされたことをあぶつぎをかした。故郷のテイラーメイドファームに戻りヒシマサルとの子、後のヒシアンデスを出産するとそのまま、テイラーメイドファームで繁殖生活を送り、2011年に、 父ウオーパスのオウマを出産したのを最後に繁殖を引退し、2018年現在は、ケンタッキー州で日本人が経営するポログリーンステーブルで寄席を送っている。初年度産区のヒシアンデスを筆頭に、アメリカで種付けされた、ヒシシルバーメイド、ヒシバラード、ヒシラスター、ヒシラストレディ、ヒシラストガイが日本で競争馬となったが、いずれも大勢しおらず。 アメリカで競争場になったアマジとフライングウォリアーの2頭も体制することはできなかった。セリーチでは比較的高値で取引された産区が多く、例えばフライングウォリアーは2007年9月10日に行われたキーインランドセプテンバーイヤリングセールで29万ドル、約3300万円で落札さだ。 競争場としての成績が良かった品場は繁殖入りしてもいい子を出せないという例は多々あり、岸アマゾンも例に漏れず、繁殖品場としては低調であった。日本の一部の生産関係者の間では、世界でも比較的優秀な種母場が多くなっている日本に買い戻して残りの繁殖生活を日本で送らせようという声もあったが、実現には至らなかった。 シチシアトリカルは、名主語は、母系ティーズは、アイルランド戦に優勝馬と決闘は一流である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。